こんにちは、ヤナです。さて、今日なんですけれども、スペシャルゲストをお迎えしておりまして、はい、皆さん、こんにちは、ワンタンメンくまちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。今日初めてお会いしてるんですけれども。はい、嬉しい。そう、美女に会えて嬉しい。こちらこそ美女に会えて嬉しい。嬉しい。お願いします。お願いします。くまちゃんは、うん、9歳の時に日本に来てて聞いて。そうなんです。中国出身で、9歳の時から日本で暮らしてます。すごい、日本の大先輩っていう全然てかもう日本人って感じそうですね、そう一応もう日本の方が数えてみたら、うん、長いですね、長い、人生の3分の2が今日本で、そう日本国籍も取って、うん、日本人に一応今なってます。だからすごい、私なんか日本ばっかなんかの動画見たりしてるからうんうん、うん、中国のこと何も分かんないから。いやそうよね、普通そうよ、日本にいる人もあんま多分中国のこと知らないと思う。だから、はい、すごいいっぱいお聞きしたいなと思います。嬉しい。でまずその9歳の時に日本に来て、うん、なんか驚いた日本文化とかありましたか？驚いた日本文化ですね、結構多いんですけども、まずはやっぱりみんなすごい丁寧、丁寧すぎてびっくりした。丁寧すぎてびっくり、だってあれだよ、ご飯屋さん行くじゃないですか、はい、なんか場所によっては食べ終わった後もなんか玄関なんかドアのそばまで来て、うん、わざわざ ありがとうございましたってお見送りしてくれる。確かに、そうだからめっちゃ丁寧だなって思って、中国にいた時は全然そんなサービスないから、うん、セレブになった気持ち、日本に来て確かにそれちょっとわかるかも、うん、なんか私オーストリアも全然そういう感じじゃなくて、まあ、会計して、うん、ありがとうございますバイバイみたいな。そうてかもうそもそもね接客の仕方がだいぶ違う。日本ってもうついに笑顔じゃない。あ確かにニコニコしてる。中国の店員さんは、うん、怖っなんかもう携帯いじりながらやってる基本お客さんがなんか例えばねご飯屋さんだったらまあ作業してるけど、洋服屋さんとかスーパーとかだったらこうやってレジで携帯いじりながらで、お客さんが来たら谢谢ありがとうございましたみたいな本当こんな感じ。結構ずっと無言だから、えちょっと怖いちょっと怖くなっちゃったちょっと怖い。いやでもね、私もそう、それが普通だったから日本に来て、うん、いやびっくりしたね、うん、めちゃめちゃ丁寧じゃん日本の人って思って。そう、もう日本でも携帯自体はもうアウトだから、アウトアウト絶対アウト、絶対ダメなんだけど、向こうはそういうことがそうなく、そう絶対アウトなんだけど、日本はねそういうことはなくてびっくり。すごい、まだありますよ、ぜひどうぞあとはね、これは小さい時にびっくりしたことっていうよりも、うん、結構日本にちょっとずつ馴染んできて、うん、まあびっくりした、違うなって思ったのが、日本って本音と建前みたいなのあるなって、うん、ありますね。ね、そうよね皆さん中国とか海外、やなちゃんのところがどうかわからないけど、うん、中国人は結構はっきり言う、うん、なんていうのかな、まあ、よく言えばはっきり言うし、悪く言えば相手の気持ちをあんまり考えない、あ自分の言いたいことが最優先みたいなところがあって、そうでも日本に来てからはなんか日本の人ってあんまり本心言わないんだなって思った、うん、そう最初はちょっと寂しかったよ、うん、なんで本当のこと言ってくれないんだろうとかちょっと思ったんだけど、でもだんだん慣れてきて分かったのは、まあ、なんか相手をこう傷つけないようにするためというか、うん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 、やっぱそこではっきり言っちゃうとさ喧嘩になることもあるじゃないですか、うん、そうですね、だから、まあ、そういう喧嘩を避けるためなのかなって思って、うんうんうん、そのまあ本音と建前っていうかびっくりしたかな、中国と違うなって思って。いや海外もどっちかっていうと本音バンバン言う、バンバン言うそうね、ことが多いんだけど、ね、うん、後からあちょっと言い過ぎたかなみたいな、あちょっとごめんねみたいなとかそうそうそう言い過ぎたとか、うん、すぐそのか今その時に感じた感情、うん、丸出しみたいなことが多いですよね。そうそう、私も結構そういうタイプで、うん、割と今でもそんな傾向があってつい言い過ぎちゃってとか、まあ、自分としては普通に言ったつもりなんだけど、うん、なんか相手からはなんかいやもっと思いやりを持って接した方がいいんじゃないのと なんか結構言われることがあるから、そっかだから、うん、あそっか、日本人ってやっぱ思いやりがすごい大事っていうか、うん、その相手の気持ちを察するっていうの
はめちゃめちゃ空気読んだりとか、空気読む、そうそうそう。だから小学生の時からさ、あの学校でね、うん、国語の授業がある時はだいたいその問題、なんかテストとかで問題でなんか作者の気持ちを考えなさいっていう質問が入ってくるの。それ授業とかでも言われるの、この時作者はどんなことを考えていたんでしょうかみたいな。それがやっぱすごいちょっと苦手わからんって思う。その相手の気持ちを想像するっていうのから結構難しいんだけど、でもそういう、そう、質問を小学生の時からね盛り込むから、おー、すごい、知らなかった。そう、日本ってそういう、もう小学生の時からね、もう若い子供たちにもそういうなんか相手の気持ちを察することが大事なんだよって伝えてるんだなって。確かに、本当になんか私もあの大阪で留学したことがあるんだけど、うんうん、その時も日本語の授業でなんか作文とか読んで、うん、時計と、うん、あのお兄さんが出てて、はいはい、でその時計の気持ちから書いてください。時計の気持ち細けーって思って細かすぎる。でもすごく面白くて、めちゃくちゃいいストーリー書けた。なんかその時計が女の子みたいな気持ちになったりとか。はいはいはい、なんかそういう自分の想像を膨らませてね。そうそうそう、うん、そこすごくいいなって思います。やっぱりなんか、なんだろう、オーストリアも割と感情もろだしっていうのは多いんだけど、オーストリアで学生の時にその作者の気持ちを考えなさいみたいな質問テストってあった？なかった、覚えてない。覚えてないかな、多分ないと思う、うん、あんまりそういうのないかもしれないですけど、まあ、でも、オーストリアもちょっとした建前と本音はある。お、そっか、まあ、それはどこの国もちょっとはあると思う。そうそうそう、うん、でも日本はすごい多いよね。確かに、うん、まあ、なんか優しさがその元になってるよね。まあそうね、相手を傷つけないための優しさが元にはなってる。そうそう、うん、だけどなんかたまにあの、まあ仲良くなったらもうバンバン骨言おうよって思ったりもする。あ確かに、そこはね、まあ、人によってもね、どういう感じに人と接したいかがあるから、そうそうそう、ちょっと難しいところだよね。そうなんです、うん、はい、食べ物とかって、うん、ちょっとだいぶ違うと思うんだけど、うんうん、日本の食べ物でびっくりしたこととかありますか？ね、生が多いってことかな。生卵とか、生卵とか、ね、お寿司とか、 お寿司とか、ぶっちゃけ一番最初生卵見た時、あのすき焼き食べる時になんかタレで生卵を使うから、うんうん、そこで初めて生卵を使う料理を見たんだよね、うん、で、どういうことって思って、お肉に卵をつける、うん、みたいな、もう頭の中ハテナで、なんかしかもちょっとなんか自分最初グロテスクだなって思っちゃったね。あの中国でそう生卵を食べないから、うん、そうなんかぐちゃぐちゃになった卵を肉につけるってなんかもう想像ができなくて、うん、で実際にメニュー見てもなんか本当に美味しいのかなって疑っちゃってたの。そうだけどなんか一口食べてみたら、あれ、そんな悪くないかもって思って2回目食べた時にはすごい好きになってた。おお、やっぱり美味しい。美味しいのよ、生卵。で最初はでも本当にちょっと抵抗があった、うんうん、中国も全然生卵の料理とかない？ないあの生卵って結構なんていうのかな、殺菌消毒とかいろいろちゃんとしっかりしてないと多分できないと思うんだよね。確かに。そうだけど中国はその辺がまあ日本ほど多分できていないから、うん、生で食べれるものは本当に少なくて。なるほど。そう、あと沿岸部でもなかったから、自分が住んでた地域が魚も生じゃなかったね。あ、生魚も多いじゃない日本って。確かに多い。そう、なんかもう料理も全体的にちょっとその生っぽいというか、うんうん、なんか素材を生かすみたいな。確かに中国っても結構全部火通して調味料ガンガン入れてみたいな、そんな感じだからさ。オーストリアはどうなんですかその辺？オーストリアもそんなに調味料多くはないかもしれない。ない。生のものは？生のものあったりはする。生卵は？生卵はあんまり食べない。生魚は？生魚は食べないけど、そのお肉の生の料理とかあったりする。ああ、そっか、肉の方か。肉なんかビーフタタールみたいな。うん、そう、なんかそのビーフタタール、そう、なんか叩いてんの？そうそうそう。牛肉もなんかまあいいやつを叩いたりして、うん、で調味料つけたりして、でパンに塗るみたいな。あ、それ美味しそうだね。それ結構美味しい。なんかあれかな、焼肉屋に行った時に出てくるちょっと和牛ユッケみたいな。あ、なんか生のお肉をご飯の上に乗せて生卵を入れて食べるみたいな料理があるんだけど。あ、それちょっと似てるかもしれない。かな。
まあ、パンに乗せて、うん、まあ、あと玉ねぎの乗せたりとか、はい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 、結構美味しい。そうなんだ。もうそれ以外あんまり生のものそんなにないかもしれない。ないか。そうだから海せしてないし、うんうん、生のものがすごい新鮮だったかな。そう、そうだね、日本に来てびっくりしたよそれは。なるほど。あと、あ、そうだ、納豆納豆も納豆もちょっとびっくりです。苦手でした。ちょっと最初は苦手でした。ぶっちゃけ今もそんな得意じゃない。あ、なんかね、苦い気がする。あー、まあ、わかんなくはないよ、ね、でも引き割り納豆は好き。おあの、なんか小粒だったら食べられる。あー、なるほどね、うん、なんでだろう、なんか違うんだよね、普通の納豆と引き割り納豆。引き割り納豆は食感がちょっと違う。そう、食感と、あとなんかちょっと、引き割り納豆の方がなんか甘い気がする。おはい、ちょっとどうでしょう、日本の方、ね、引き割り納豆の方が好きっていう方いたら教えてください。教えてください。あと、この納豆はあまり苦くなくて美味しいよ、おすすめだよってなったら、そう、教えてほしい。なんか美味しい納豆を教えてほしい。いつもスーパーで一番安いの買っちゃうから。そんなにがちですね。うん、ちゃんはオーストリア人じゃないですか、うん、だから、じゃあ、日本人と中国人とか韓国人の違いを見分けられるかって聞いた時どうですか？あ、見た目ですか？見た目とか話し方で違い見分けられる？あ、話し方は全然わかりますけど、もし言葉わかんなくても。あ、言葉わかんな、なんだろう、聞いたことはあるから、うん、そっか、それはわかるんですけど、見た目だけだったら。見た目も最初は全然わかんなかったんですけど、今はちょっと、今は割とそのファッションセンスだったりとか。あ、ファッションセンスがなんかだいぶ違う。なんか韓国のファッションとか、うん、韓国人の髪型とか、はいはいはい、結構なんかそのパターンがあるから、そこにちょっと当てはまるか当てはまらないかみたいな、はいはいはい、あ、この人は多分韓国人かなとか、あ、この人はもしかしたら中国人なのかな、はいはいはい、なんとなくね、なんとなく分かるようにはなった。そう、ね、まあ、中国人と日本人の一番大きな違いは、今言ったように、あやちゃん言ったように、まあ、まあファッションセンスが結構違うと思います。違う。マジで違う。日本人って本当みんなおしゃれ。おしゃれだね。おしゃれ、もう会社行くにしてもめっちゃおしゃれにしていくなって思う、ね、マジで。中国人は、まあ、基本的に会社、まあ、会社にもいるけど、あんまり服のそういう規定がなかったりするから、うん、そういう時はみんなだいたいパーカーにジーパン、Tシャツにスカート、 Tシャツになんかズボンみたいな、すっごいシンプルな格好、うん、カジュアルな格好が多いし、もうおばさんでもその40代50代の方でも全然リュックしょう、うん、日本人で私3、40代の方でリュックしょってる方あんま見ない。確かに見たことない。すごいおばあちゃんだったらなんかね、しょってるかもしれないけど、みんななんかその辺めっちゃ気にしてる気がする。この洋服は私の今の年齢に合うのだろうかみたいな。確かに細かいことすごい気にするよね。そうそう、この場合に、あ、似合ってるのかなとか、年齢相応かどうか気にするけど、中国の人は本当にそういうの気にしなくて、とにかく自分が今一番楽な服装だとか、ねえねえ、そう、まあ、そういう仕事だからファッションショーじゃないからみたいな、そうそうそう、そんな感じ。もうそんな、ね、洋服とかこだわってられないわみたいな。 あんま多分見られることを意識してないんだよね。なるほど。あんまり周りの目そんなに気にしないってこと。そう、でも日本だとみんな女の人は特になんか結構メイクしないとなんか、うん、会社ちょっと行きたくないというか、メイクしてないとなんかちょっと外の出づらいみたいな。そうそう、メイクはマナーみたいな、ね、でも中国は会社って仕事しに行くんでしょ、メイクして誰に見せんのみたいな、そういう考え方があるわけで、あんまりあの中国人は休日以外はメイクしないことが多い、女の人は。そう、だから大体なんか日本にいても女の人パッて見た時にメイクしてなかったら中国人かなってつい思ってしまう、私。大体当たる。ファッションがちょっとそう、なんかカジュアルな感じの人でメイクしてなかったら中国人かなって。確かに日本人の女の子あんまりすっぴんって見えることないよね。そう、あんまないよね。軽く絶対なんか化粧してるよね。まあ、だからついにその綺麗に見られたいっていう意識があるのか、うん、それがマナーって思ってるのかわからないんだけど、本当にめっちゃ意識高いと思う。そう、美意識が高い。そう、美意識高い。 そう、それが結構大きな違いだよね、うん、本当に。あと、これは気づいてるかわからないんだけど、うん、中国人は声がでかい。おー、あの声がでかい。声がでかい。そこが日本との大きな違いかな。あ、全体的にそう、声量が違う。日本にいてみんな声
まあ、日本にいてあんまりみんなのことねそんなうるさいなって思ったことはないんだけど、中国にこの前帰った時に、うん、めちゃめちゃ声でかくて、おびっくりしちゃった。もうみんなでご飯食べてる時とかさ、基本的に大人数で集まることが多いから、うん、やっぱり喋ってても声張らないと、うん、他の人の声に負けちゃうことがあるから、みんなあー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 みたいな、なんか普通にご飯食べてるだけなのに、うん、すっごい盛り上がってて、盛り上がりすぎてもう久しぶりなんか耳がちょっとおかしくなるんじゃないかと思うぐらい耳鳴りがするみたい。そうびっくりしちゃった。面白い。でもなんかちょっと感覚的似てると思ったところは、うん、そのヨーロッパ人とアメリカ人のうるささの違いみたいな。あ、それ違うの？違う。どういう感じ？アメリカ人やっぱりめちゃくちゃ目立つ。日本、ヨーロッパ行ったら、やっぱ声でかい。めっちゃでかい、うん、でもなんか自分で分かってないのよ。そっか、そう、なんかこれが普通だと普通のセールで話してるけど、うんうんうん、でもなんかそのヨーロッパ人がもうなんで叫んでんのみたいな。はいはいはい、あ、それだよそれ。そうそう、それそんな感じ。なんかあんまりその本人が別になんか悪気あってめっちゃうるさく喋ろうぜみたいな感じじゃないと思うけど、そう、元から声がでかいのかもしれない。なんか文化的にやっぱりみんなうるさいから、そういう周りに勝たないといけない。そうだね、聞き取れないみたいな。聞き取れないみたいなところはあるね、うん、まあ、あとみんなそうだから自分もそうなるのかもしれない、うんうん、あとやっぱ日本に来てびっくりしたっていうか、中国にあんまないのはお土産文化。お、そう、お土産、日本の人って結構高校生ぐらいになってくると、うん、なんか部活動とかでどこどこにじゃあ旅行に行ってきたら、なんかその部活の子になんか配ったりとか、うん、そう、それぐらいからかな、お土産文化を実感するようになって、あと会社でもやっぱそのじゃあ誰かが旅行に行ったら会社の人たちになんかお土産用意するとか、うん、そう、私もその事務所に行った時とか、まあ、今もいるんですけど、事務所に入った時もマネージャーさんからどこどこにじゃあ仕事に行ったら、あ、じゃあ事務所の人とか、あとお世話になってる、まあ、制作の方とかにじゃあこれ買っていきましょうねみたいな言われる。確かに、びっくり。結構大事にされてるね、そういう、うん、お土産文化。そうお土産文化。なんか自分としてはぶっちゃけると、お土産って結構高くねみたいな。だからつい気にしてしまう自分の懐を、うん、1個2個だったらいいんだけど、こんなにいっぱい配ってたらちょっとなんかお金なくなっちゃうんだけどなみたいな。そう、まあ、でもなんかその人たちもなんか返しももらえるからなんか成立してると思うんだけど、うん、そう、でもなんか選び方も結構難しい。そう、難しい。どれがいいのか分かんない。あと価格的にどれが一番いい、うんうん、だからなんか高すぎたらそれも困るから、そうだね、安すぎたら安いもんを、安いもん、そうそうそう、なんか持ってきやがって、そうだね、ちょっと心配しちゃうよね。そう、自分の懐、そうよね、そう、自分の多分もうなんていうのかな、私の感覚で言うと、いやもうこんな1000円ぐらい2000円ぐらいでもいいでしょうって思うんだけど、だけどじゃあそれをもらった人がじゃあもしそれ知ってたらさ、これってあ1000円ぐらいか、こんな安いもんなんだとか思われたらね、なんていうのかな、なんかね、怖いよね。何を思われてるかわからないというか、そういうちょっと怖さがあったりとか、うんうんうん、そう、でも本音は1円でも安く済みたいすごい、ね、でもなんかあんまりなんか何回か会ったことあるけど、一応まあ仕事としてつながってるから買わなきゃギリみたいな。そうね、なんか義務みたいな、義務、ちょっと義務感が出てきちゃうから、うん、でもお土産って本来義務感じて買うもんじゃないと思うんだよね。なんかね、相手への感謝の気持ちをちゃんと伝えるんだけど、うんうんうん、それがなんかもうちょっとどう行き過ぎてしまってる時があって、そう、だからなんかたまに分からなくなってます、どういう時に買うべきなのか。そう、でも最近はもう本当に心の赴くままに、自分に金銭的な余裕がある時だけ買ったりとか、うん、あんまり気にしないように最近はなってきました。なるほど、うん、確かに、まあ、ね、財布もね、財布も大事な、泣いてしまいますね。そう、エラちゃんはそういうなんかお土産で悩んだりとかありました？なんだろう、あんまりその見た目的もあんま期待されてない。あ、そうね、そうだね、確かに、むしろくれたらめっちゃ嬉しいっていうか、うん、そう、うん、なんか忘れちゃうことが多い、私は。え、どういうこと？なんか、本当はなんか買って行きたかったんだけど、うん、なんか行き先いるときに忘れちゃって帰ったら、なんか忘れちゃったんだ、買い忘れたみたいなことが多いかもしれない、私は。はいはいはい、あるあるですね、それも。お土産、はい、オーストリアではお土産文化ってあったの？あるっちゃあるけど、そのまあスーベニアみたいな
でもどっちかってその食べ物系とかじゃなくて、うん、大体なんかキーホルダーとか、はいはい、あと昔結構多かったのはポストカードを送る。おそう、なんかその国にいる時にポストカードを送っていつか届くみたいな、うんうん、ああなるほどね、ってが多いんですけど、別に義務とかは全然なくて、うん、本当に家族とか、まあそうね、そう身内の人たちにしか、海外もそうね、うん、海外もってか中国も大体送るとしても本当に家族とか友達、うんが多いかな。ここは日本は結構独特というか、確かにだいぶそのね、お土産文化が成立してるからおもろい。でもね、私分かるの、なんかみんながお土産買いたくなる気持ちも、あーなんかね、その喜んでくれる顔がいいよね、うん、そう喜んでくれる顔がいいし、その何よりもね、日本のお土産可愛すぎる、可愛いよね、あのパッケージが良すぎる、ね、あもううまい、もう日本人は商売がうまい、その辺買いたくなる見た目してるんだもん、ね、なんかで本当に日本人商売うまいって毎日思ってる、本当にすごい。だからスーパー行ったとしてもなんか本来なんかパンだけ買いたくて、うん、でいろんなもの買っちゃう、そうわかる。コンビニ行ってもあのいつもまあお弁当だけ買うつもりでもついなんか新作ないかなってあの、ねねねね、スイーツコーナー行っちゃって、ねねねねなんか新作のスイーツを覗いちゃうみたいな、そうそうそう、買ってしまう、買ってしまうみたいな、そう本当に限定のものとかね。まあ実際にお土産美味しいしね、パッケージも可愛いからつい買ってしまうというのはありますね、やっぱり。そう、うん、なんかその地域でしか買えないなんかお菓子だったりとか、わかる。そうなんかすごい全部買いたい。そうわかる。あの期間限定が多いよね、日本はね。うん、なんかね、日本人って多分期間限定に多いんだと思う。うん。うん、そう、私もそうだけど、私もそう今しか買えない、やばいみたいな、そう、多分人間の心理だと思う。あ、そっか、もう全人類に共通するあれが、いやもうなんか何度これをなんか定番化してほしいって思ったことか、スタバのメニューとか、あー本当にもう毎年変わりがある期間限定がいっぱいあるからさ、ね、もうね、コンビニのさ、なんかファミマの、うん、あのみかん大福とかってあったんだけど、うんうん、めちゃくちゃ美味しくて、うん、でもなんか2週間ぐらいしか売ってなくて、なんかそんな期間にも毎日買ってたすごい戦略にまんまとハマってます、私たち日本の企業戦略にいや今日もいっぱい話聞けて嬉しかったです、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。くまちゃんのチャンネルの方も、はい、あのコラボ動画、うん、いろいろいただいてるので、はい、ぜひそこもチャンネルもまだの方ぜひ登録してください。見てください。お願いします。ではこの動画面白いと思ったらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょうね。バイバイ。桃色の空に